摘心した後のコリウス、皆さんのうちどうなってます？枝数増えましたか？ほらこんな状態。一度あった芽を切って、それで2本になって、また切ったことによって4本の枝が出てきました。このようにして摘心すると枝数が増える。花物であれば花数が増えるということです。もしかして伸びてきたやつ大事にしてたら大きさは出るけど、こんな状態でスラッと伸びているだけかもしれません。まだ間に合うから、この場合もこの辺りでパチッと切っておけば枝数増えますね。まあそれは皆さんの栽培状況にもよるんですけどね。ただしこれこのままでもいいんですけど、どんどんと大きくなってきます。なので緩効性の肥料をこの鉢の大きさであれば3粒ぐらい上に乗せといてやると、どんどんと株が大きくなってきます。欲をかいてもう一回もう少し伸びたら摘心しましょう。そうすると8本の枝になるから、もっといっぱいに枝数が増えて大きくこんもりとなってきます。1本より2回3回ぐらい摘心した方が、草花類はこんもりとした姿で楽しむことができますよ。